今日時間あるか？ちょっと付き合ってもらいたいことがあるんだよ。暇なら頼むわ。サンキュー。じゃあまた後で。あ、うん、なんだ神崎。いや、なんでもないです。なんでもないなら静かにな。いや、今のはサンデーです。うるさくしたら目だよ。にょん。ねえ、京介くん、たった今気がついたんだけど、土曜日半分だってこと知らなかったからお弁当作ってきちゃった。一人で食べるの寂しいし、責任取って一緒に食べましょう。半丼だってあたしに教えてくれなかったもん。当然この学校で頼れるのは京介くんだけなんだよ。神崎。いや、またこのサンデーのやつめが。ん？そうか。もう、ほんと釣れない男だよ。まあ、それもそうかな。起立。はあ、私は一人寂しく食べますよ。寒い寒いテラスでね。あの日か。うそ。さて、なんだよ。何見てんだ。じゃあ行こうぜ。どこでもいいんだけど。じゃあ駅前にするか。腹も減ってるし。一番安いハンバーガーならな。けどさっきの話本当なのか。けどお前らって相変わらず熱いな。それがどうした？うら。おお、不快が発生しとる。ま、ロッカーを開ける時の通過儀礼みたいなもんだ。気にするな。
晴れてるな。まあ駅前に着いてからにしようぜ。歩きながらしたいような話じゃないな。じゃあ何食うよ。いや、ただの社交辞令。ちょっと待ってろ、適当に買ってくる。さて、お前さ、最近妙な噂とか聞かなかった？知らないか、それともピンとこないか。結構広まってると思うんだけどな。そう、そんな噂が学校というか町全体に流れているんだよ。ああ。これが噂のブツなんだよ。ああ。名前はマーチ。買ったんだよ。勘違いすんなよな。これはドラッグなんかじゃないんだよ。麻生さんは薬の効果までは効かされなかったってことだろうけど、この前俺図書室にいただろ。あれ、薬学辞典を調べていたんだよ。当たり前だけど載ってなかったけどな。そう、当たり前だ。もしこの薬が本物なら辞典になんぞ載ってるはずがない。タイムトリップ。まあお前の気持ちはわかる。俺も半信半疑だしな。だから半分は本気だ。バイトに励んじゃうくらいにはな。そうか。でもな、この薬に関する噂の確信はそういうことなんだぜ。厳密に言うとタイムトリップとはちょっと違うんだけどな。マージが可能にするのは過去への旅行だけなんで、行けないってことになってる。なんでかを俺に聞かれても困るけど。
まあそうかもな。貸した金だろ。もし本当に時間旅行が可能であるとするならな。もし噂が嘘だったら、まあ宝くじに外れたとでも思えばいいし。けどさ、もしも時間旅行が成功したら、この現在はどうなるんだろうな。あれって変えられた歴史を認識できるの主人公たちだけなんだよな。他の連中にとってはそれまでと変わらない現実がそのまま続いてるってだけで。多分マージもそうなるんじゃないかと思うけど、まあそうだから、もしもこの現実が変わったらお前に教えてやれよ。そりゃ大金出して買ったんだし。じゃあ俺は帰るわ。ん？本当だよ、買ったんだから。まあこの町にもその手の縄張りがあったんじゃねえの？もしくは新しくできたか。やっぱ気になる？お前もマジで欲しくなったら案内するぜ。夜中になるけどな。駅前にいるんだ。通りお姉ちゃんでしょ。素直だね。どうかした？隠し事？こんなところで？寒いの？
でもあれって子供の時だけでしょ。かもじゃなくてそうだよ。あれ？もしかして進学しないの？私そんなの聞いてないよ。じゃあ本当に？よくわからないね。ならいいんだけど。それじゃあ私も行くね。行ってきます。そうそう、今日の放課後面白いことがあった。帰り際木下君が話しかけてきたの。木下君の様子がすごい変だったってこと。ずいぶんとどうかしていたわ。さっき話しかけてきたって言ったけど、本当はちょっと違うの。